パリゴリンバスケットボール男子1次リーグ B 組第2戦30日イコール日本時間31日で日本は延長戦の末開催国フランスに90対94で敗れた試合終盤の第4クォーターにエースの八村類26イコールレイカーズが2度目のアンスポーツマンライクファウルで退場処分となったことも結果に大きく影響した米メディアニューヨークポスト 物議を醸した退場とし、フランスが勝利した試合は多くの論争が巻き起こった、とし、レイカーズのフォワード、八村塁は日本が悲痛な敗北を喫した試合中に疑わしい退場処分を受けた。審判は、スポーツマンシップに反する、ファウルと判定したと報道。その上で、米プロバケットボール、NBA では、これがフルグラントファウルと判定される可能性は非常に低いが、 オリンピックは FIBA、国際バスケットボール連盟の決定に従って行われると伝えていた。さらに、NBA の著名な解説者トレバー・レーン氏は自身の X を更新し、審判はスポーツマンシップに反するファウルを犯したため、八村塁を退場させた。全くひどい判定だ。馬鹿げているどころではないと非難し、課金型ニュースサイト、ストラテチェリー。 編集者のダマン・ラングール氏も、ルイの退場は冗談だろうと疑問視していた。この試合では八村の退場に加えて、フランスに有利な判定があり、正規の第御神として世界から注目を集めている。